にお越しいただきました。どうも、はじめまして。はじめまして、こんばんは。あの噂通り大変美しい方で。いやいや、そんな、ね。はい、ちょっとドキドキしてます。めっちゃしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。12月の26日に黒木さんデビューアルバムを出されました。はい、タイトルが、リーフオブグラス。はい。とてもね、綺麗なジャケットのアルバムです。まさにね、はい、リーフオブグラスっていう。そうですね。はい、暑かったですけど、撮影。夏だったんですか？夏ですね。ああ、そうなんですか。はい、それを冬に、ね、クリスマスの時期にっていうね。はい、ね。今日はこのデビューアルバムからね、じっくりお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、このアルバムをプロデュースされたのが、実はこの番組では2回目の、はい、どうも、お久しぶりでございます。いや、ついこの間も。そうですね。お邪魔しました。お久しぶりということでもないですね。はい。はい、三好さん、吉井さおさん。どうも、こんばんは。はい、ちょっとぶりでございます。はい。はい、今日お二人、スタジオにお招きいたしました。では、早速、まず一曲をお届けいたしましょう。じゃあ、こちら、黒木さんご紹介いただけますか？はい。はい。How high the moon?Somewhere that's music.How fate that tune.Somewhere that's heaven.How high the moon, there is the moon above and the best part of it too. Till it's come true, the tune I mean is a love you. Somewhere that music is where you are. Somewhere that's heaven, how near, how far. The darkest night will shine if you come to me soon. Until you will hush in my heart, how high the moon. Somewhere that music, how fair that tune. Somewhere that's heaven, how high the moon.There is no moon above and the best part of it too. Till it comes true. The tune I mean I still love you. Somewhere that music is where you are. Somewhere there's heaven. How near, how far. The darkest night will shine if you come to me soon. Until you will hush in my heart. How high the moon.はじめは、もう、小気味よく、ハイハウザムーン、サインダーの。ジャズ番組らしいですね。お聞きいただきました。いや、気持ちがいいですね。ありがとうございます。
アルバムのメンバーをまず、じゃあ、三吉さんはい、僕の方から紹介します。はい。ギターは渡辺和美。間違えました。ギター、三好三久。そして、ピアノは秋田真嗣。はい。ベースは楠井さつき。はい。ドラムは大月かるた秀信。はい。そして、パーカッションに千葉清彦。という、こういう、ね。はい。素晴らしいメンバー。すごいメンバー。すごいメンバー。これ、三吉さんのコネで。そう、僕の、あらゆる人脈をですね。はい。あと裏金を使って、はい、集めました。どんだけ。ということで、本当に素晴らしいね、夫人で、はい、できているアルバムということなんですけれども、このアルバムがデビューアルバムということで。はい。はい。黒木美希さん。はい。初めてご出演いただきますので、うん、ちょっと自己紹介って言いますか、これまでちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、まず、音楽はどのようなことで始められたんですか？音楽はもうすごい遅くて20歳ぐらいから、うん、そうなんですか、ね、はい、地元で活動を始めたんですけど、はい、その時にたまたまちょっとオーディションを受けてみようかなっていうことで、オーディションを受けた先のレコーディングスタジオのマスターが、なんか良くなるからちょっと勉強してみたらっていう感じで、そのライブハウスも持ってたんで、そこのお店でたまに歌わせてもらったりとか、はい、ちょくちょくそこで活動させていただいてました。はい、今ちょっとだけこう、なんか鉛って言いますか。鉛がね。はい。宮崎の。宮崎なんです。ああ、はい、じゃあ宮崎でまず活動をスタートして。東京来たのが4年半前ですね。はい、無事に標準語になれたかと思ってますけど。最近こういうジョークも言うようになってきた。はい。いえいえ。治らない。はい。で、じゃあ歌も、はい。幼い頃から歌ってたとかそういうことはない？好きだったんですけど、音楽で仕事しようとは思わなかったですね。そうなんですね。はい、そんな、歌うまい人いっぱいいるしと思ってたんで。で、まあ、本格的に活動しようということで、4年前に東京に来られて、はい、どんな方々とこれまでやってこられたんですか？それこそ、宮崎の時に知り合った山本剛さんとかとも、はい、まあ、池田義雄さんも宮崎で知り合ってて、うん、そのまま東京に行って、で、たまたまご縁を作っていただいて、はいはい、何度かご一緒に共演させてもらったりはしました。はい。で、今は、ライブ活動をやりながら、はい、曲も作ったりして。曲はそうですね。はい。作り始めたばっかりで。今回は初めて作ったっていう感じです。そうなんですね。はい、作ったことなかったですけど、ね、はい。で、三吉さんとはどのようなご縁で？僕はですね、宮崎に年に1、2度大体なんかコンサートで伺うことがあるんですけど、はい、僕も第二のふるさとが宮崎、僕は九州出身で、うん、大分出身なんですけど、はいはい、大学が宮崎だったもんで、親しいミュージシャンとか友達が、はい、実はいっぱい宮崎いるんですね。だから宮崎必ずライブ行くと、そういう連中と会って飲んだり、はい、セッションしたりして、そのセッションの時にたまたま一緒にいたのが黒木さんで、で、その彼女と、まあ一応メールの友達だけにはなってたんですけど、4年半前に上京してきて、何の連絡もなく上京してきたっていうのたまたま Facebook のニュースフェイで見て、僕から連絡してなんで連絡せんとやって宮崎でるわけないじゃないですか。でもそのってそんなやいやそれがきっかけなんですよ、ね、それ多いですって言って、そこが CD までなっちゃうのが世の中のすごい、そうですね、こんな縁なんて、作るってことになったのは一年ぐらい前ですかね。うん、もう前から多分彼女は夢があったと思うんですけど、ずっと CD 出したいとか思ってたんですけど、なかなかそれもできなくて、でもやっぱ三吉さんとの縁で、そろそろ CD 作ってもいいんじゃないみたいな話で、なんかいろんなタイミングがね、あったってこともあります。僕の仕事のタイミングもいろいろありましたから。アルバムは9曲入っていますけれども、その中にオリジナル曲が一曲ですか？二曲だ。二、はい、曲だ。そう。今日ね、二曲、オリジナルを、はい。ぜひ聴いてもらいたいです。そう、聴いてもらいたい。ジャズね、ジャズ、さ、一曲目はすごいスインギーなジャズだったんですけど、うん、実は日本語の曲が三曲入ってまして、はい、今日はそれを全部聴いていただきたいなと思ってます。はい。はい。じゃあ、続いてそのオリジナルをじゃあ、行きましょうか、はい。はい。ご紹介いただけますか？リンっていう、黒木さんの猫の。18歳になる。はい。実家で飼っている。猫のおばあちゃんの名前です。はい、リンの曲をお聴きください。もう少し
か別れが来るのも分かってるから、一年ぶりに帰ってきた私を見て迎えに来てくれた、綺麗好きでわがままで寂しがり屋の君、年を取った顔も体のあちこちの傷も今では生きてきた勲章だった、ずっと見守ってくれた大切な時間、今いてくれるあなたに心からありがとう。オリジナル曲のリンお聴きいただきました、はい、リンって名前書いてあって、丸がついてるんですけれども、この丸はマストなんですね。あ、そうですね、あんま意味はないですけど、広島丸的な、僕もよくわかんないんですけど、なんか丸あった方がいいかな、異様にこだわってるんですよ彼女は、ね、丸に、お二人の合作曲作、そうです、そうですね、作詞黒木美希さん、作曲が三吉です、僕です、はいはい、三吉さんが曲を作って、曲線で、はい、曲がないと詩が浮かばないっていうんで、そういうわがままを言う娘なんですません、曲を書いて送ったら、はい、まさか猫の歌になるとはっていう、はい、はい、そうですよね、すごく甘いメロディーライン、僕はなんか別れた二人がもう一度出会うみたいなすごいロマンチックな歌詞を勝手に想像してたんですけどね、はい、まさかの猫の歌だったと。でも猫ちゃんへの愛が溢れたね、そうですね、歌になりましたよね、はい、さて、このアルバムなんですけれども、はい、コンセプトとか何かあるんですか？1枚目のアルバムだったんで、うんうん、多分彼女が持ってるその、まあいろんな面というか、うん、いわゆる割とクールにジャズをさっきの1曲目で聴いていただいた、うん、How High the Moon みたいなスキャットができる、うん、カラーの、いわゆる、あとラテンも彼女は非常に得意なので、うん、ラテン的な曲もレパートリーにはいっぱいあるんですけど、うん、そういうのとは別に、なんていうかこう、バラードさっき聴いていただいたような、うん、割とこう、さっきね、ちょっと雑談で話してた時、竹内まりやさんの声に似てるね、なんて話を、ね、お下げ出しちゃってて、そういう僕、なんかいわゆる、はい、いわゆるなんかジャージーなだけじゃない、なんかポップな、はい、香りっていうのもすごく最初にあった時から感じてるんで、うんうん、そういう面も出せたらいいなっていうのは、プロデュースするときに思いましたね。だから、レパートリーっていうか、その、ジャンルレスな感じで。うん、黒木さんの魅力を、とにかく、はい、目いっぱいいろんな魅力を詰め込んじゃおうっていう。そうですね。カラー、いろんな、多面体な、こう、うん、カラーをいろいろ出せたらいいかなっていうふうに思いました。はい。はい、やっぱり、オリジナル曲を入れるのは、やっぱりマストだったわけですか？僕にとっては。彼女は多分、晴天の霹靂だったと思うんですけど、詩を書いたりすることは、僕から命令ですからね、書けて。書いたこと全く浮かばなかったですけどね。それまで書いたことなかったんで。はい。今日最後にお聴きいただく曲も、あともう一曲も
歌詞を書いたのかな？いや、この今の曲と最後の秘密の一曲が、秘密の一曲、秘密の一曲、そう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 、秘密があるんです。最後までくださいね。はい、森のいいラテンを次聞いていただきたいんですけど。そうですね。彼女の得意な。さあ、じゃあ次はですね、皆さんよくご存知の、はい、この曲お聴きいただきましょう。ベースがいないんです、これ。はい。ワンノートサンバ。This is just a little samba built upon a single note. As a note you want to follow, but the Lord is with that note. Now this new one is a consequence of the bump it has been through. As unvulnerability unavoidable consequence of you. This is just a little samba built upon a single note. As a note you want to follow, but the Lord is with that note. Now this new one is a consequence of the bump it has been through.As I'm born to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or never nothing. I have a support, I'm scared, I'm always nothing, but come to nothing, or never nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I was born with you, the fun note, all the love I feel for you. Anyone who wants a for sure, let me fast on that it though. He will find himself, it's no show, but I play it, I know you know. So,ワンノートサンバお聞きいただいています。千葉さんのパーカッション、はい、面白いですね。最高です。相変わらず最高です。はい、天才です。この曲に関しては、はい、もう全部三吉さんが、いや、これは二人で相談してるという形で、何を彼女のレパートリーからやるかっていうのは結構シンプルに考えましたね。はい、はい。で、まあ、今年じゃなかったごめんなさい、去年ですよね。去年の夏にレコーディングをされて、はい、で、まあ、10月26日にリリースされたんですけれども、まあ、アルバムのね、あのジャケットがさっきも言いましたけども、本当に綺麗な緑の、うん、冬の発売なのに夏っぽいんですけど、非常に申し訳ないんですけどね。はい、いや、でも目立つ感じ、あの緑と赤のコントラストがとても綺麗ですよね。そうですね、とてもね。この辺も、
まあ、センスって言いますか。それはみんな、はい、褒められるときは全部僕のセンスってことにしてますけども、本当は彼女です。いやいやいや、そうですね。僕は音楽担当なんで。一緒に写真撮ってくれた方と一緒に相談して、この、これがいいんじゃないかっていうふうに。そう、アキラちゃんっていう、ね、はい、大好きな僕の友達が、シンガーソングライターが撮ってくれたんです。はい、あ、そうなんですか。本当綺麗で。でね、ジャケットの写真もとても綺麗なんですけれども、ご本人も本当に綺麗で、そんなこと。皆さん、本人に会って絶対がっかりしないっていうね。ぜひやるんですよ。本当にね。うそうですよね。なのでね、ぜひ、ライブなんかもね、足を運んでいただきたいと思うんですが、はい、ぜひ。はい。ライブのお話はまた後でいいですかね。そうですね。はい。はい、で、そうですね。ライブ先聞いちゃおうかな。時間なくなると怖いので。うん、はい。ライブが3月11日に、はい、はい。南青山のボディ&ソウルというところで、うん、はい、レコーディングメンバーを揃えてのライブをやることになりました。なかなかね、忙しいメンバーなんですけど。だってすごいね、はい、方々で、なんかスケジュールを抑えるのは、はい、全然ダメでした。しかも私が好きなボディ&ソウルっていうところで、はい、ようやく初のライブができるということで、はい、とても緊張しております。やっぱりボディ&ソウルでね、ボーカルの方はやっぱ憧れの。ああ、憧れますね。面白いですよね。うん、なんかね。うん、はい。京子ママが。ドキ。京子ママ。そうですね。はい。じゃあ、そうするとさすがにこのメンバーだから、今のところ、この一回一回に、ね、と、そうですね。感じです。はい。ぜひ、この日は、3月11日は、来ていただきたい。他には、あれですか、この全員揃っていなくってもライブっていうのはもちろん、都内でもいろいろありますし、地方でもいろいろ時々は伺ってますので、はい、それはどこでチェックしたらいいでしょうか。ホームページで私の黒木美希でチェックしていただけたらと思います。はい、わかりました。じゃあこちらの曲ご紹介いただけますか。はい、Deep of Glass。恋の映画一人で見、夜は更け崩れ落ちた肩を抱いて愛をなぞってきしむ床と膝の傷とそれが何と言う愛を止めて夢引き止めて恋を焦らないで中ですね。はい、リーフオブグラスを聴きいただいています。はい。さて、今日隠し生があるという話なんですけれども、最後に入ってる、ね。はい。まあこの後お聴きいただくんですけれどもね、はい。はい。ぜひそれを聴いていただきたいという思いがありまして、はい、あえてタイトル中の後にもう一曲、うん、はい。黒木美希さんが宮崎出身ですね。これがまるで宮崎のローカル放送みたいに聞こえたかもしれませんけど、ちゃんと虎ノ門で撮ってるんですよね、これを。このね、はい、放送はこのアルバムはね、はい、それを彼女の放送はね、はい、手が熱いね、今ここ宮崎手が熱いね、
すごく熱いんだ。ああ、正解です。なんとなく、ね、こうやってね顔が合わせて、ね、聞けばなんとなく雰囲気分かりますけれども、最後に宮崎弁の歌詞を作って T42 に宮崎弁の歌詞を当てた冷や汁42って言ってた、はい、これをぜひ最後にね聞いていただきたいんです、はいはい、あの冷や汁っていうのは、はい、郷土料理ですね、はい、宮崎の郷土料理です。そうですよね、はい、それを二人で食べて食べてねっていう、二人で食べようというそういう歌詞の内容なんですけど、はい、それを、はい、あの作詞されたということなんですね、はいはい、はい。じゃあこれはねぜひお聞きいただかないといけないなと思うんですけれども、はい、あ、すいません、まだもう少し時間ありますよ大丈夫です。はい、このアルバムなんですけれども、もうあのリリースされています、はい、リーフオブグラス、はい、どこで買えますか。はい、ディスクユニオンとアマゾンでも買えます、はい、あとはライブ見に来てくれた方は税、はい、税抜き、はい、あ、税込み2000円で、はい、って言っていいのかな、37,500円で引く引くなんでそんな話ですか。はい、ほぼ2000円ぐらいで、はい、ディスクユニオン、その他ライブでもね手に入るということでね、わ、はいはい、かりました。ぜひ皆さん、あのアルバムも本当に素敵ですしね、あの皆さんご覧いただきたいなと、お手に入れていただきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ、はい、それでは最後にお聞きいただきましょう曲ご紹介いただけますか。はい、冷や汁42。はい、それではテイストオブジャズ、ここで、はい、お別れでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。してみて、あんたとうちが二人で部屋で誰やみしよって、音楽聴きちょってそのまま誰だって寝る誰もおらんし電話も鳴らんかい、週末やけんまた二人でたまった録画見て手げ受けるって笑う。暑いかい腹減らんって言うけん、冷や汁なら食べれれるじゃねえとってすぐ作れる彼女になるね。もしかしたら手に合わんねでいって一緒になれる日が来たら、手げ幸せそうってずっと言われよ。想像してみて手け幸せそう、想像してみて手け幸せそう。